作品撮りに密着していただくんですけど、モデルさんとあとカメラマンを友達で協力してくれる子が3人もいたので、めちゃくちゃ気合い入れて頑張っていきたいと思います。お願いします。まず一人目のモデルのややちゃんです。お願いします。じゃあ始めていきます。今回のテーマが衣装を恋の予感っていうテーマで作ってきてくださったので、七夕も近いので織姫とコンセプトをうまくかけて作品撮りできたらなって思ってます。作品撮りでいろんなジャンルやることで、一から全部いろんなジャンルを試すことで何が得意なのか知りに行ったっていうのはすごいあって、その中でもまあ楽しめるようにするには自分の好きな年代だったりカルチャーに落とし込んだら、やっぱみんな自分の好きがどんどん出てきて、その中で自分はアレンジが得意なのかそれともコテが得意なのかとか、ちょっとずつやりながら楽しみながら自分を知っていける、それ知る材料だなって私はずっと思ってて、それのおかげで今はめっちゃアレンジが武器になってるので、とりあえず行動することで作品作ることでたくさん知れることはあるなって思います。モデルさん選びとあとレタッチです。モデルさん選びは私はまずそのモデルさんを見た時にこういう仕上がりになるなっていうのが大体想像つくまで頼まないようにしてて、自分がこういうコンセプトでやりたくてみたいな、凝った作品撮りをやりたいみたいな、そういう気持ちがある人はコンセプトに合わせたモデルさんを選ばないとやっぱりもったいないものになってしまうので、モデルさんにもやっぱり喜んでほしいので、私はその人の知らない魅力も引き出せるように、あこの人には絶対合うって思った瞬間にそのモデルさんにお願いするようにしてます。あとそのレタッチは本当にアホ毛を消すだけとかでも、影をちょっと薄く編集するとかだけでもめちゃめちゃ印象変わって、その作品をよりもっと魅力的に見せるために絶対に毛一本手抜かないようにやってます。人と話すのがまず得意になって、もともと女子校だったので男のモデルさんとかも本当緊張したんですけど、最初は今じゃもう全然どんな年代の誰が来てもあこんにちはお願いしますって最後まで楽しんでやれるし、やっぱその場で考える応用力はめっちゃついたなと思って、でも本当人脈がとにかく広がりました。美容学生同士でつながるのもめちゃめちゃいいことだけど、でもなんか違う分野の人とつながった方が、違う分野の人はカメラだったらカメラやってくれるけどヘアメイク欲してたりするんで、お互い需要あるからなんか人脈も一気に広がるし、その例えばフォトグラファーさんに協力したら作品見た人が次の依頼につながることめっちゃ多かったんで、これから先もそういういろんな人が携わる現場にも携われる、ヘアメイクも活躍できる美容師になりたいってめっちゃ思いますし、なんか人に対してのなんか見方とか人のいいとこ見る鋭さみたいなのはつきます。今から2人目のモデルももちゃんにヘアメイクをしていきます。お願いします。お願いします。なんで髪を切ったんですか。ノリ。ノリ。インスタとかでまず探してて、私は文化服装の人だったりとかにお願いすると、やっぱその人に似合う世界観を自分で分かってらっしゃる方がまず多いし、服持ってるんでスタイリングを考えなくていいというか、お任せしても作品がめちゃめちゃうまく成り立つので、学生なのでやっぱりお金をかけずにどれほどいいものを作れるかみたいな、できればそういうプラス何かできる人中心に選んだり、あとはもうこの人これ絶対合うって思った瞬間があったらもうすぐ頼んでます。授業で1年生の時に5人1グループぐらいで確か分かれて、サロンの方が来ていただいて作った作品撮りを評価していただくみたいな、で1位決めてみたいな、そういう授業がありました。やっぱ1個目の作品って勇気いるんですよ。うわこいつこんなレベルなのとか思われそうとか思っちゃうんで、どうしても誰かがそれどんどん作品撮りするようになったら、うわこの人超えれないわとか変に考えちゃうから、それより前にも自分が出してもらおうと思って始めたら意外な反響が良くて、でやる気はいたみたいな。はい、かわいい。撮りたいのにさ、ちょっとあれだよ、チャイだね。見えない、ちゃんとめっちゃ可愛くないですか。やばい。
今から編集していきます。まず加工アプリを私は iPhone のもともとついてる編集で調節します。今度はライトルームの効果ってやつの下スクロールすると粒子があるので、そこで画質をザラザラしたフィルムっぽい感じになっていきます。ノイズがかかってるみたいにはならない程度に25とか30ぐらいまであります。完成です。今からポストしていきます。いつも同じ高さに来てほしいので、ちょっと角度を変えて斜めにしてここを合わせます。ハッシュタグなんですけど、私は毎回自分のハッシュタグを最初につけてから美容学生とか作品撮りとかいろいろつけて調べた人に届くようにしてるので、最初にまず自分のタグをつけます。その作品に関わってるもの全部をハッシュタグにつけていきます。こんな感じです。今から投稿します。